セルティック古橋亮吾さん、チームメイトの韓国人選手に握手拒否されてしまう。見間違いかと思ったけどやっぱ無視してたな。それでもこの後古橋はニコニコして背中ポンってしに行ってた。チームメイトなのに仲悪いのか。なんか変だなと思ったらそういうことあったのね。仕事できなかったから悔しい気持ちはわかるけどチームなんだからさ。こういうのいるとチーム崩れるよな。ソン・フンミンと同じ国籍とは思えんわ。スタメン脱出されて全然ダメからの髪触るふりはだいぶダサい。韓国人が握手しなかったのってニュージーランド戦でも問題になってたよな。うわ、ドン引きする映像だなこれ。精神的に未熟すぎる。技術以前の問題。